失礼します。おはようございます。今から筋トレに行っていきたいと思います。筋トレ終わりました。今日は下半身やりました。今から軽くお昼食べてドリブル系のトレーニングをしに体育館行きたいと思います。頑張ります。地元の体育館に来ました。1時間100円っていう奇跡の安さなんですけど、バスケのラインがめっちゃ懐かしい台形、そしてスリーポイントがめちゃくちゃ近いので、今日はドリブルメインでやっていきます。
今自主練終わったんで帰りたいと思います。練習終わって帰ってたんですけど、急遽母校に呼ばれたので顧問の先生と校長先生と会ってきます。母校の中学校に行ってきました。高校はね、あの OB 会長からたまに行くんですけど、中学校行ったらめっちゃ久々で懐かしかったです。で、今から母校、高校の方にもちょっと顔出してくるんで行ってきたいと思います。はい、行ってきます。はい、今母校2校回ってきて晩ご飯食べて、今から社会人のバスケに行ってきます。頑張ります。はい、社会人バスケ終わって帰ってきました。今からちょっとストレッチして寝たいと思います。おやすみなさい。